リズム天国ゴールドは、任天堂より2008年7月31日に発売された、任天堂 DS 用音楽ゲーム。2006年8月3日に、任天堂より発売された、リズム天国の続編。今作では、DS 本体を縦持ちにし、タッチペンを使用してプレイする。プレイヤーの聞き手に合わせ、タイトル画面にて、右利きと左利きとの設定変更が可能。 ゲーム中に流れる音楽のリズムに合わせる基本ルールは前作と同様。リズムゲームは1から3分程度のシンプルな内容で、全10ステージ各4種類で合計40種類を収録。これに加え、各ステージの最後にはリミックスステージが登場する。各リズムゲーム終了後、やり直し、平凡、ハイレベルいずれかの評価が現れ、平凡以上を出せばクリア。 同時に成績により、乗り換数値が上下する。乗り換数値の最大値は140。ハイレベルを出せば、メダルが入手でき、これを集めることで、エンドレスゲーム、リズムおもちゃ、ギターレッスンなどのおまけ要素が出現する。やり直しになっても上手かったところがあれば、そこを褒めて、いいとこあるよ。頑張って。と励ましたり、一つのリズムゲームを何度やっても、 やり直しになりどうしても進めないときに、喫茶店に行くとそのリズムゲームを飛ばしてくれたりと、初心者にも配慮した作りとなっている。時折、ハイレベルを出したリズムゲームに対して、パーフェクトキャンペーンが行われることがあり、一度もミスなく、クリアすることで、別のおまけ要素が出現する。前作に引き続き、シャランキューのツンクがプロデュース及び楽曲を提供。リズムゲームには、 ツンク・プロデュースユニットである、キャナーリークラブ、ザ・ポッシボーカ賞のオリジナル楽曲も収録されている。一部リズムゲームやシステム部分の BGM は、任天堂のヨネ・マサミが作曲を担当している。印が表記されたものは、リズム天国ザ・ベストに収録、星印は、リズム天国ザ・ベストに収録しているが、エクストラとして収録されているものである。 リズムの基礎を学ぶ前半6ステージ。しかし、前作よりも難易度は上昇している。なお、この故障は、ステージ6に登場する、ロッカーをクリアするとできる、ギターレッスンのコースにちなんでいるが、ゲーム中には、この故障はない。ステージ1ステージ2ステージ3ステージ4ステージ5、ステージ6スタッフロール難易度が上昇した後半4、ステージ。この故障は、 ステージ10に登場するロッカー2をクリアするとできるギターレッスンのコースにちなんでいるがゲーム中にはこの故障はないまたほぼすべてのステージがロングバージョンとなっているため集中力が試されるステージ7ステージ8ステージ9ステージ10ハイレベルの判定の際に得ることのできるメダルを貯めるとメダルコーナー内のボーナスゲームをプレイできる全6種類のゲーム 全7種類。ギターレッスンは演奏中に、チョーキングを用いるため、ロッカー2をクリアしてからのオープンとなる。ギターレッスンのベーシックコース、テクニカルコースを、それぞれすべてランク A 以上でクリアすると、ライブコンテストの対応したクラスにエントリーすることができる。ギターレッスンで演奏した4曲をメドレー形式で演奏する。テクニカルコースでは4曲終了時点で、 成績優秀だとアンコールが発生する。リズム天国ゴールドのキャラがたくさん見に来ている。それぞれ別の CM に単独で出演2009年1月にはこれまで音楽ゲームの売り上げ最高記録を保持していたパラッパラッパーを抜き去り、音楽ゲーム歴代1位の販売本数を記録したことが発表された。ありがとうございます。